えー、楽天ライトを聴きの皆さんこんにちは八階ですこんにちはお願いしますこんにちはこんにちはーいしますいやあのさうんまあ普段俺らライブ東京のね出てるわけじゃんうんでやっぱ先輩とね共演ただしてきたけどさはい俺あの小松美優さんっていうピン芸人の方がいてうん、うんうん その,その人とまあちょくちょく共演させていただくんですけどそうですねそう俺ねあのその人がちょっとめちゃくちゃ尊敬しててその人のことううううんうん、うんもうネタとかも大好きで、うん、結構 YouTube に上がってるやつ全部見るんだけどうん、うん、そういう人こそさちょっと話しかけるのってちょっと怖いというかさ緊張するじゃん警備員さんって特にそうですよねまそ、あ、そそうそうそう 面白い人ってなるとさ、うん、やっぱちょっと緊張しちゃうというか。リスペクトで。サマちゃん状態入っちゃうからね。やめろ、お前。サマちゃん状態っていうのを。なあ。まだ俺が説明しなきゃいけないんだよ。状態以上。以上 <laughs> やけど氷、サマちゃん <laughs> サマちゃん。サマちゃん一番最悪だから。<laughs> <laughs> その後のコーヒー全部一だから。<laughs> もう何もできない。おい、やめろ。 サマちゃん状態違う俺がサマズチャンネル出て滑ったらやめろ緊張でまあでもでも本当に本来のパワーのね客観的だから俺はうんまあそそういうことでしょ言ったらねそうそうそうだからちょっと小松さんとか言っても話しかけられないなってなってたんだけど根本はさそういうの全くないじゃんないですねないから結構小松さんにガンガンいくのよもう え、小松さんみたいなこの服どこで買ったんですかとかそう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 今日ネタどんもうネタできてますみたいな元気ですかみたいなそう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 で小松さんも全然嫌な人じゃないからいや元気だよネタできてるよみたいなことを言ってて言います俺そうで俺はさはためで見ててずっと「なんで根本か?」って思ってたの俺が行きたいのにっていう俺はこんなに好きなのになんで根本が っって思って思たのねずっと。うん、でっていうのは何回かあって、うん、つい先日また小松さんとご一緒した時にさ、はい、もうマジで俺のまあ俺が道具準備してるすぐ後ろで小松さんとコンポンさんがめっちゃ喋ってて、はい、めっちゃ喋りましたね。うん、そうでまたやめろよみたいなのやってるときに、うん、コンポンがまあ俺に来てくれたのかなそうですね,ね,ね警備員さんみたいな <laughs> 小松さんこんななってますよみたいな、うん、なってで。 俺もわ来たと思って小松さん喋れると思って「いやいやそんな小松さんにやめろよ」みたいな <laughs> でやったら小松さんが「<laughs> いやいいよ別に」みたいなんで <laughs>、うん、そこから俺も3人で話せるようになってさ、うん、そう話ですねで俺も「好きです」って伝えて「うん、あ嬉しいね」っつって、うん、でそれでその写真も撮れてそう写真撮りましそうそうそうでそのなラインも交換できてさ うん、なんか映像ネタの映像見てもらって、うん、マジでその本当になんか小松さんと喋れるようになったのよはいだからこれはもう本当になんか根本に感謝しなくちゃいけないなと思って <laughs>、はい、そうそうだから根本に本当ありがとうって言わなきゃいけないなと思って <laughs>、うん、マジでそのねなんか本当にもにありがとうって言いたい言いいんな <laughs> <え>ラフテーナイトなめんな <laughs> ラフテーナイトなめんなえ <laughs> <laughs> あ,ありがとうって思ってで終わんな絶対に <laughs> <laughs> えありがとうって言わなきゃなって思って言ってくれてないですからねうーんいやホ<や><当> <laughs> ンに LINE でやれよ <laughs> 何その LINE でやってくれよ落ちないならさ <laughs> いやいや落ち合ったじゃん <laughs> ありがとうって言わなきゃなと思ってって <laughs> オチじゃないその文が途中で終わってるじゃん思ってあちオチじゃなかった今のありがとうって思ってっ、うん、ありがとうって言った時に何とかって言われたんですよじゃないのあーそっかそれがオチかえ <laughs> じゃあごめんあそっかごめんごめん<え>ちょっと今からオチ作るかじゃあ、うん、<laughs> この場でってことそうそうそういや作ってから持ってこいよって話だけどいやでも 俺が今だからありがとうって言えばそのオチができるってことだよね。そうですね。まあコンポが何て言うかにもよるけどね。ああそうだよね。うん、ああいやそうじゃあちょっと作るか。うん、そのね。はい俺がだからコンポのおかげで小松さんと LINE 交換できて、はい、じゃあ,ありがとうって思ったから、うん、マジでコンポほんとありがとう。はいな<ー>めてんじゃんね。<laughs> <laughs> だから、一連して、エピソードできてないのに持ってきて今やって、できなかったんで。<laughs> で、はいって言われたのよ、根本に。いやいやいやもも、持ってきても無駄よ、それっていれいい。普通にいいやつだと思うんですけど、なんか、ケビンさんがずっと不本意そうなんですよ。まあ、まあ、そうだねな。なんでなのだっていいじゃん。私が話しかけて仲良くなって。さんそれは問題ないよ、全然。 好きだって言ってたから、うん、ケビンさんも一緒に喋りたいだろうなと思って、うん、ケビンさんケビンさんって言ってやったのになんかそのまず最初仲良くなってる時も、うん、なんであいつが仲いいんだよみたいな感じで出してくるし、うん、なんかそれやった後も全然なんか根本にありがとうって言わなきゃいけないのかよみたいなテンションで来るじゃないですかなんで、ね、いやそうねいやなんかその根本ポンがさ結構俺に見せつけるように仲良くしてないって思って 途中からずっと違う違うそれは自意識過剰だわいやさすがにおいと感じてさ止まれ一回それは自意識過剰そう思ってじゃないんだよ思って思ってで終わらせんな絶対にお前また釘刺されるぞえあいや三人お前持ってこいちゃんと最後までいい いや作りながらやってるからな、うん、<laughs> そうか、うん、全然いい話だと思ったけどな、うん、いやでもコンポンがねご飯とかはいかないのじゃあ小松さんと3人でコンポンと警備員と小松さんとかあいやでもそれはちょっとな俺のまたコンポンが仲良くしてるところを見るだけの回になっちゃうから <laughs> うそれはもう警備員さんがその話しかける勇気とかを出さないのがいけない、うん だから、コンポも抑えてくれよ、そ仲良くするのえ、だって、そしたら、もう話せなかったですよ、うん、ケビンさん、たぶん。あ、でも話せるように今なってるからあ。もう話せるようになったから、もう抑えてくれってことですか、うん、そ,うそうそうそう。それは勝手だわ。だって、私も小松さん好きだもん。<laughs> <laughs> ちょっと、そうか、朝生みたいになるな。<laughs> な <laughs> いやいや、なってねえよ。朝生みたいになってるな。朝生じゃねえよ、これ。 朝生を舐めてるよ。<laughs> いやまあね、だから道を話せるようになったから、まあ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 、感謝しないとなっていう話だね。<laughs> 素直にすればいいのになうん。いずれね、ありがとうとは言いたいよ。<laughs> 感じはね、今言えよ。<laughs> ああ、今本ありがとう。<laughs> はいああ言,う言うんかいいい <laughs> <laughs> んだけど。 その、どっちでもないわ浅 <laughs> 間みたいな振りがあるから <laughs> そこで対決になるのかと思ったら言うしいやーちオチが俺がオチって言ってたからいやいやいやい義務感でやんなよ <laughs> <laughs> はいって言われたんですよ、はい、というわけであの、こういう関係もね、えー、引き続きちょっと発表していきますんではい、はい、応援お願いします,ししますありがとうございました、はい